こんにちは、今回は FX で勝ち続けるメンタルを身につけたい人がつい勘違いしてしまうことについて話をしていきます。はい、で最初にですね、恒例の、いただいている感想をちょっと紹介をしていきたいなと思うんですけど、 FX 2.0 を拝読させていただきました。私は FX を始めて1年半ほどになりますが、トータルで130万以上の損失を出し、コツコツドカンのようなパターンで負け続けています。 FX を YouTube 等で解説をしているいろんな方の話やパターンを自分なりに解釈してでトレードしていますが、うまくいかず、何のために FX をやっているのか、時間を費やしているのか、自分は何をやっているのか分からなくなってしまい、それでも損を取り戻すためにも、やめることなく毎日のように続けていますと、そんな時偶然三代さんの動画を見つけ拝見するようになり、メルマガ登録しました。FX 2.0 の負けパターンの人を読んで、ああまさに自分だ、全部当てはまる。FX 上達法などを発信されている人が同じようなことを言われていて、本当は知っていたようなことなのに、すべて見ぬふりをして毎日、昨日までのことは済んだことだ、今日はリセットされてうまくいくということを自分に言い聞かせ、自分をごまかし続けてきましたと。私は日常生活が大切だという言葉が心、脳に響きました。そういうことを聞いたのも初めてで、自分も思ったことはなかったです。何か FX に支配されていたようなものから、解放されたような気持ちになりました。自分をごまかさず、顧みて直せるところを直し、修正していくところから毎日取り組んでみたいと思っています。貴重なお話、情報ありがとうございました。はい、で2つ目ですね、三代さんこんにちはと、 YouTube の動画ほぼ全部見させてもらいました。いつも勉強させてもらっています。見た結果メルマガに興味湧いたので登録しました。僕は自分で考えて、一つ思いついた順張りの手法の検証をずっと続けてきました。コツコツですがプラスにできています。今回の逆張りからのトレンドフォローは僕の頭になかった手法なので、今の手法と収支を分けて検証していってます。負けパターンの話は最初の3つは当てはまらなかったので、多分天狗型なのかなと思いますと。一本芯の入ったトレーダーになりたいです。いつも応援しています。また次の動画楽しみにしています。ありがとうございます。で次に3つ目ですね、花水木さんという方から、先日メルマガを登録させていただきました。花水木と申します。電子書籍や貴重な内容の動画ありがとうございます。FX は昨年の12月頃に、勉強を始め、数ヶ月デモトレードで練習して、7月中頃から少額でリアルトレードを開始しました。しかし多くの方がそうだというように、見事にポジポジ病を発病し、エネルギーを消費しきったところでリベンジトレードでロスカットされ、KO 負けを何度もしました。トレード関連のいろいろな動画を見ているとき、たまたま三代さんの動画に巡り合い、生き方そのものから良くしていかないといけないという内容とともに、 FX を生活全般から、宇宙規模まで解説されていることに衝撃を受けました。受け取った第1回目のメルマガや電子書籍、動画を何度も見返していて、お礼が遅れてしまいました。まだまだ駆け出しですが、一つ一つ確実に、体得していこうと思っています。そして負のスパイラルに陥らないよう、いい習慣を積み上げていこうと思います。まだメルマガをいただいて数日ですが、思考の変化を実感しています。これからもよろしくお願いします。はい、というのにですね、逆張りから のトレンドフォローのですね、手法がやっぱ結構好評で、これで結構、突破口を見出せたっていう人が最近すごい増えてきてますね。でやっぱりね、なんでそういうことが起こるかっていうと、やっぱり型ですよね。一つの型をちゃんと練習すると、その型ってそもそもそのこれまでのいろんな先人たちの英知が詰まってるものなんですよね。こういう風な場面でこうやったら、高い確率で勝てるとか、優位性を味方にすることができるっていう、その型を借りるだけで、要するに自分だけの力以上のですよね、ことができてしまうっていうのは、これは型の効果なんですよ。例えば格闘技にしてもパンチの打ち方も、多分それまでもう長い年月を積み重ねて、こういろんな研究をしてきたんですよね、多分いろんなその格闘家たちが。そしてその結果、こういうふうに殴ったら一番力が伝わるよっていう型を残してくれてるわけですよ。で日本ってやっぱりそういった型とか作法をすごい大事にしてる国じゃないですか。なんでかっていうと、やっぱりそれまでの自分たちのね、こうご先祖さんたちが残してくれた文化、伝統、風土とか、そういったものを継承していくっていうことが、この日本の強さになっているからですよね。だから日本ってね、どの国よりもその国体っていうのが長く続いてるっていうのは有名な、話なんですけども、それゆえに安定してるというかね、国家自体がとても安定してる。クーデターとかめったにってか起こらないですよね。今までね、そのなんとかの乱とか大化の改新とか、明治維新とかいろんなことありましたけども、その政権転覆して
もうこの国がねめちゃくちゃになったみたいなことっていうのはもうほぼないわけですよね、うん、っていう意味で、まあ、そういったものをねこう後世と伝えていく意識をやっぱり日本人って昔から持ってた。まあお金の使い方の話で以前ですよね、その過去のねその偉人たち、日本のその偉人たちって例えば出光佐三さんだったりとか、松下幸之助さんだったりとか、まあ、あとは、ね、岡田茂吉さんという方もいますけども、そういった著名な実業家っていうのはその稼いだお金っていうのをそのね、いろいろな文化伝統芸術品っていうのを後世に残すためにそのお金を使った、まあ、あとは場所とか建物とかですよね、これは絶対に後世の人に伝えていかなきゃいけないというものにお金を資材を費やして建て直したりそれを保管したり美術館をわざわざ作ったりとか、ね、して残していく。それによってこの国っていうのは、過去の先人の人たちがね積み重ねてきたエネルギーというか英知を借りることができるっていう、まあ、そういう国なんですよね、うん、っていうことでその型、を身につけることによって今までの自分ではできなかったことができるようになったりとか、当然相場にトレードにおいても今まで捉えられなかった優位性を捉えられるようになったりとかして、当然、まあ、これ当たり前の話なんですけどトレード上手くなるんですよ、型を通じて練習をしたらですよね、なので最近そういった感想を、ね、たくさん、いただいてます。なのでまあ、もしね興味あったらぜひメルマガ登録して、逆張りからのトレンドフォローですねぜひ試してみてください。で今回ですね、まあ、ちょっと本題に入りたいんですけども、その FX で勝ち続けるために、まあ大事なことってそのまあ手法とかそのロジックとか、まあ、もちろんそれもその何をね基準に売買するのかどういうやり方でやるのかってもちろんそれは大事なんですけど、その形ですよね、形ももちろん大事なんだけど、まあ、それ以上にその自分のそれを扱うメンタルっていうのも、すごい影響するよっていうのを、そこがね多分すごい響いてるという方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。まあ、そういうあのメールとかコメントをたくさんもらうので、やっぱりメンタルの重要性っていうのに今までなかなかまあ気づかなかったというか、勝てるやり方をやってるのになぜか勝てないみたいな、うん、どうしたらいいんだろうっていうまあ壁にねぶつかってたんだけど、あでもやっぱりメンタルとか日常の過ごし方っていうのが全部自分のその感情に現れたりとか、あとはこうなんか感情が出てきた時にそれをコントロールできるかどうかっていうのは普段の自分の過ごし方がすごい影響してるんだっていうことですよね。まあ今まで発信してきましたけども、まあそれが本当にまあ、 あの目から鱗だという感想を本当たくさんいただいてます。でとは言ってもじゃあ実際にそのメンタルをじゃあ鍛えていくってなった時についついやっぱね勘違いしてしまうことがあるんですよね。でこれはねほとんどの人がやっぱり陥ってしまう、まあ、落とし穴なので、今回改めてそれをすごい重要な話なのでちょっと話を、お伝えをしていきたいと思います。でですねそのメンタルを、まあ、鍛えていくとなった時に、ね、みんなどういうふうに、思うかっていうと、メンタルを鍛えることによってその自信を持てるっていうふうにみんな 思ってしまうんですよね。そもそもその前提には自分は自信がないっていうのがあるんですよ。自分は、まあ、トレードで勝つ自信がない、トレードでトータルプラスを出せる自信がない、うん、がゆえに、自分はメンタルが弱いんじゃないか、だからメンタルを鍛えたら、自信もつく、自信がついたらトレードでも勝てるようになるっていうふうに、思う人が非常に多いです。で今までねこの動画でそのセルフイメージみたいな話を結構たくさんしてきてるんですよね。メルマガの方でもそういう話をたくさんしてますけども、厳密に言うとセルフイメージと自信っていうのはちょっと違うんですよ。自信って世の中でいう一般的な自信っていうのは相対的なものである場合が多いんですよね。相対的な場合、例えばこれができるから自信があるとか、50メートルを6秒以下で走れるから自信があるとか、お金の貯金が、1000万円以上あるから自信があるとかね、こういうスキルを持ってるから自信がある、英語自分喋れるから自信があるとか、そして非常に相対的なものなんですよね。あとは比較が入ってますよね。この人よりこれができるから自分はすごいとか、自分はまあまあのところにいるとかっていうふうに、世の中の一般的な価値観っていうのはその比較っていうのがもう当たり前のようにはびこってるわけですよ。だから例えば学歴主義みたいなものが出てくるわけですよね。自分はこんないい大学に行ってるから認められるとか、うん、っていうふうに全部ねその自分の自信の拠り所を自分の外にあるものに求めてしまうっていうことが、まあ今やっぱり当たり前になってしまってるんですけど、
うん、まあ実はねそれって洗脳というか、まあ、幻想なんですよね。でセルフイメージっていうのはどっちかっていうと、いや別に100万円あろうが、いや100万円微妙か、例えば1億円貯金があろうがなかろうが自分の感じ方生き方は変わらない、うん、っていうのがセルフイメージの高さなんですよね。セルフイメージの高さというものは相対的な出来事に一時左右されないものなんですよ。例えば、うん、トレードでじゃあ1億円稼ぎました、でもたまたまね自分がポジションを取った後損切りを入れ忘れて、その日にもう金融危機が起きてマーケット大暴落したと、それで、1億円の損失を出して自分の今までの出した利益1億円全部吹っ飛ばしたとしますよね。普通だったらそれって落ち込むじゃないですか。でもセルフイメージが高い人っていうのはそれでいちいち落ち込まないんですよ。あ、まあ別にまた取り返したらいいやって思うんですね。そういう外部の要因にいちいち左右されないっていうのがセルフイメージの高さっていうふうに一応言ってます。で自信っていうのはまたちょっとそれは違うんですよね。で、まあ、この後また詳しく話をしていきますけども、どうしてもメンタルが自分で弱いと思っている人はセルフイメージを高めていく、いやできて当たり前っていう感覚ではなく、俺はできるんだみたいな、そういうちょっと力んだ方のセルフイメージとか自信を求めてしまいがちなんですよ。これは似て非なるものなので改めてその違いを、話をしていきたいと思うんですけど、例えばこれねよく言われることなんですけど、自信がない人は筋トレしたらいいよみたいな話って結構あるんですよね、うん、いや自信ない人はまず筋トレして筋肉ついたら自信つくよみたいなことを言う人って結構まあいるんじゃないかなと思うんですけど、確かにねその筋トレしてバンプアップして体がでかくなっていったらなんかね自信が出てくるような感じするんですよ。あれ俺って案外いけるかもしれないなみたいな、うん、でそれで例えば今まで人間関係が苦手だったとかこうもうずっと引きこもってたとかっていう人が筋トレして体ビルドアップしたらこう人がいるところにも行けるようになったとか、それはそれですごいいいことだと思うんですよね。それを自信のそのきっかけにすること、うん、はすごい、それ全然ありだと思うんですよ、そういう使い方って。でもそこだけに自信を求めてるとどうなるかっていうと、要するに筋肉に依存した自信じゃないですか。そのつけた筋肉によって自分は自信を得てるっていう風になったら、その筋肉がなくなったら自信なくなるっていうことなんですよね、うん、っていうのってすごいこう主体性がないじゃないですか、うん、筋肉に自分の全部を依存してるという。じゃあ筋トレできなくなったらどうするのって話なんですよね、うん、じゃあ筋トレ1ヶ月間休んだら自信なくなっちゃうのみたいなっていうことになるんですよね。でこれやっぱねスポーツの世界もやっぱそういう人すごい多いです。僕もずっと格闘技をやっていたので、やっぱ格闘技の世界もピラミッドの世界なんですよね。だから常に上には上がいるし、もう強い人ってめちゃくちゃいっぱいいるんですよ。なんか本当ね格闘技って奥が深くて、例えばそのもう毎日一生懸命例えば5時間6時間とか練習ハードな練習を積み重ねてたとしても、それを1年間続けたとしますよね。だから仮にじゃあもう一方で対戦相手は初めてまだ3ヶ月で1日1時間しか練習してなかったとしますよね。じゃあどっちが勝つかって言ったら、いやもちろんそのね1日5時間練習して1年間やってる人の方がそれは普通に考えたら強いんですよ。でも格闘技の世界ってそれがあっさり覆るんですよね。3ヶ月しかやってない、1日1時間しか練習してないようなやつがあっさりと KO 勝ちとかするような世界なんですよ。っていう風にね、本当に強いやつってめちゃくちゃ強いんですね。で、パンチ力とかもこれって後天的に上げるのってすごい難しいんですよ。パンチ力ってね、かなり先天的なものなんですね。だからパンチ強いやつって元から強い場合が多いです。うん、元から素人の時からパンチ強いんですよ、大体は。うん。で、パンチ力ない人はどれだけ筋トレしようが、限界があります。多少は強くなりますけどね。うん、でもそれでもねパンチ力上げるってものすごい大変なんですよね。そもそもね人をね KO するっていうのは並大抵のことじゃないんですよ。本当に大変なこと。まあ別にこれは格闘技のチャンネルではないので、まあ、別にその辺にしておきますけども、っていうふうに、まあ、世の中には上には上がいるっていうことですよね。ってなった時にさっきも言ったようにその筋トレして筋肉ついたら自信が出るけど筋肉なくなったら自信がなくなるとか、あとは自分よりすごいボディービルダーが現れたとか、自分より腹筋めっちゃ割れてるやつ現れたら自信なくなるとかっていう風に、
なってしまうんですよ。だってみんなどこかで心のどこかで比較してるからですよね。っていうのが一つで、もう一個大事なことは、多くの人が、これは昔僕もそうだったんですけど、自信がないからできないっていうふうに勘違いしてるんですよ。自分は自信がないからこれができないんだ、自信を得ることができたらできるようになるはずだとか、これがね別のになると、例えば自分は初心者だからできないんだとかね、まだ始めて何ヶ月だからできないんだとか、まあ、トレードで勝てるようになったら自信が持てるとか。でもこれってね全部幻想なんですよ。いや、自信がなくても勝てるようになる人は勝てるようになります。で、自信があっても勝てない人は勝てないです。現実です、それが。で、これはねどういう心理かっていうと、もうね保険をかけたいんですね。保険をかけたいと思ってる。だから自分は自信がないからっていうふうに思っておけば、結果が出なくてもやっぱほら自分自信ないからダメだったっていうふうに言い訳できるじゃないですか。俺はできると思ってやったけどできなかった時に、その反動が怖いから、自分は自信がない、だからできないんだ、だからダメなんだっていうふうにあえて最初に思っていくことによって、そこで保険をかけておくことができるわけですよね。まあ自分は初心者なのでっていうのも同じです。これも保険をかけてるから、そういうことをやってたら基本的にはなかなか成果は出ないんですよね。で、ドカーンといきなり伸びる人って大体保険かけてないです。保険かけるような生き方をしてないんですよ。とにかくね、実践が早い、実行が早いっていうの勢いがあります。で、勢いを出すためにはいちいち保険をかけてたらできないです。だからやっぱね、思い切りの良さっていうのはすごい大事ですよね。で、やっぱね、そういう考え方とか自信がなきゃダメだみたいなのっていうのは本当ね、世の中のねこう固定観念というか、もう間違った常識なんですよ。だからそういうのをね一個一個外していく必要がありますよね。そういうのにやっぱとらわれない。それってなんか世の中のなんか一般的な常識だよなみたいな、なんかそんなに縛られたらダメだなみたいな感覚でいいと思います。そういうのからやっぱ抜け出していかないと、なかなか自由な発想をしたりとか、こう今までやったことないチャレンジをするってね、すごい難しいんですよね。なのでそういう話をあえてね、その FX のそのテクニックとかノウハウとかチャート分析とか以外にもすごい時間を割いて話してるっていうのは、そういう意味があります。で、その自信っていうのって実は本当にこれ厄介で、まあさっきも言ったように、その誰かの上に行くことによって自信を得られる、っていうのって本当にね、これ反動が来るんですよ。で、これはね実際にあった話なんですけど、朝まで生テレビっていう番組ありますよね。朝まで生テレビ、朝までひたすら討論する、ディベートみたいな、お互い論破合戦やる番組があるんですけど、田原総一郎さんが出てる番組ですよね多分。で、昔ですよね、多分ね90年代の話なんですけど、ものすごい強い論客がいたんですよ。まああえてちょっと名前を伏せますけども、ものすごい強い、もうねもう最強なんじゃないかみたいな、もう誰も口では勝てないみたいな人がいたんですね。まあ教授、大学教授だったのかな。で当時まだまだ若かったんですけど、とにかく強い。でいろんなね、有名なその論客、評論家の人が勝負を挑むんですけど、みんなことごとく論破されていくんですよ。である時、最強対決みたいになってるんですよ、その盾と矛みたいな。どんなものでも貫ける、矛と、どんなものも、防ぐ盾みたいなの勝負みたいなのがあって、でどっちが勝つんだって、かなり注目されたんですよね。でその時にその勝負を挑んだ方ってもう結構もう年齢いってる方で、で、すごい頭もいい方なんですけど、その人がその、教授の、論客に、負けてしまったんですよね。でそういうのがほとんど今までなかったから、かなりショックを受けたんじゃないかなと思うんですけど、その後ねその控室で、いやもう君にはかなわないよ、はっはっはみたいなことをその負けた人は言ってたらしいんですよね。で、そこから何年も経ってどうなったかってことなんですよ。いや当然ね、そのもうディベート、その無敗のその有名なね、某有名な、方って、もう本当に全てどんな人も論破してきた、それは当然自信があるじゃないですか。でテレビで見ててもめちゃくちゃ自信があるように見えるんですよ。鋼のメンタルというか、何を言われても全てに反論できるみたいな。でもね、結局その人どうなったかっていうと、鬱になったんですよ。
で引きこもって、でようやくね最近また復活して活躍されてますけども、一時期メンタルやられて、逆にですよ、あれだけどんな人もかなわない論客が、どんな人も論破するような力を持ってる人が鬱になって、一時期全然テレビに出なくなったんですよ、うん、でそのもう一人の方ですよねはどうなったかっていうと、もう自ら命を絶ってしまったんですね、うん、っていうふうにこの地震の世界ってものすごいね、うん、不毛なんですよね、不毛です。だから地震を得るために頑張るっていうのは実はすごいこう真っ当なように見えて、どこまで行っても本当の地震なんてものはないんですよ、うん、それだけもういろんな人を論破できた人でもメンタルをやられてしまう、逆にね、うん、メンタルが強いと思いきややられてしまったりとか、論破された方も結局、うん、おかしくなってしまったとかっていう風になってしまうのがこの勝負の世界であり地震の世界なんですよ。であとはね、以前ねこれ YouTube で見たことあるんですけど、アームレスリングのなんかを競い合う大会みたいなのをテレビでやったんですね。でその時にもうこう日本中の猛者たちがもうアームレスリング最強みたいな、もうベンチプレス300キロ上げられますみたいな人たちが集結してひたすら腕相撲をしていくみたいなトーナメントがあったんですよね。でそこに有名なお相撲選手だったりとか、あとは格闘家の K1 選手ですよね、元ゲーリー・グッドリッチ選手っていうめちゃくちゃもう腕がこう丸太みたいな人がいるんですけど、腕相撲が超強いんですよ。でそのゲーリー・グッドリッチさんも、まあ、出場してたんですよね。でもうねベンチプレス300キロ上げますみたいな、もう片手懸垂当たり前ですみたいな、もう人を片手で持ち上げられますみたいな日本の猛者たちがもう次々にゲイリー・グッドリッチにやられていくわけですよね。あっさりと、もうね勝負にならないんですよ。もう瞬殺、瞬殺です。もうゲイリー・グッドリッチはもう表情一つ変えない、もう全員もうねなぎ倒していくんですよ、うん、それだけもう腕相撲では圧倒的、アームレスリングでは圧倒的に強かったゲイリー・グッドリッチ選手もどうなったかっていうと、今なんとね寝たきりになってるんですよね、うん、それだけねそのアームレスリングの世界で頂点を極めた人でもね、もう自信にこう満ち溢れてるように見える人でもそういうことになってしまう。もちろんそれは自信だけの話ではないかもしれない、体を酷使しすぎたのかもしれないですし、いろんな要因はあるかもしれないけども、でも自信があるから全部うまくいくのかっていうと案外そうでもないっていうことなんですよね。でここからが大事なんですけど、なんでかっていうと自信っていうものもさっき言ったように相対的なものだからなんですよ。で普通一般的に自信を得る方法って、さっきも言ったように筋トレしようとか、いい大学に行こうとか、なんかスキルを身につけようとか、トレードで勝てるようになるとか、トレードで毎月いくら稼げるようになるとか、そういうのを目標にしてそれで自信を得ようとするじゃないですか。でもそれは必ずその世界には上には上がいるんですよ。必ず自分が頂点に行けることはほぼないですよね。頂点に行ったとしても今度はそこから落ちる恐怖が出てくるわけですよね。そのピラミッドから転げ落ちる恐怖に常に苛まれるようになるわけですよ、うん、で抜かれた時ですよ。じゃあそのねジャンルで強い、もう最強だってなった時に、じゃあ仮に負けたとするじゃないですか。ってなったら自分のその自信っていうのは粉々の打ち砕かれるんですよ、いとも簡単に。じゃあ粉々にその自信が打ち砕かれたらどうなるかというと、人はもうねメンタルやられるんですね、簡単に、うん、って考えたらですよ、自信って本当に必要なのかってことなんですよ。トレードで勝つために本当に自信って必要なの？いや、何回も言ってるようにセルフイメージの高さは必要です。例えば歯磨きみんなしますよね。歯磨きするのって当たり前じゃないですか。歯磨きできる俺すげーなんて思う人ほとんどいないと思うんですよね。なんでかって言ったら当たり前だからです。歯磨きできることは当たり前だから、小さい時からやってるからですよ。それと同じようにトレードで勝てることって当たり前だよねっていう感覚は大事です。でもそれは自信ではないんですよ。だって当たり前だと思ってるから、うん。だから自分よりすごい歯磨きができる人が現れたとして、なんで俺の歯磨きはダメなんだっていうふうに思わないですよね。いちいち俺の歯磨きはなんてしょぼいんだなんて思わないじゃないですか、うん、比較しないですよね、いちいち。なんでか当たり前だからです、それが。っていう風になったら一番理想なんですよ。トレードも、稼
勝てて当たり前、勝てるようになって当たり前、うん、っていう感覚を、身につけていくことはすごい大事なので、その方法はメルマガで詳しく話してます。なのでそれはそれで実践するとして、勝てるようになったから得られる自信っていうのは果たして必要なのか、そして自信がなかったらそもそも勝てるようにならないのかっていうと、それは違うっていうことなんですよね。でまだあるんですよ、自信を得ることによる弊害って。自信を得ると人は簡単に天狗になります。これは、メルマガ登録するとプレゼントしている電子書籍で解説します。トレードで負ける人の4つのパターンの中に天狗型っていうのがあるんですよ。自分がちょっと結果を出すと、俺ってすごいんじゃないっていうふうに自分を過剰評価してしまう、まあ、いわゆる自意識過剰っていうことなんですけど、過小評価と過剰評価っていうのは、これはね、同じベクトルなんですね。表裏一体なんですよ。自分なんてっていう人と、俺すげえっていう人っていうのは根本的には同じなんですね。うん、それは自分をすごい見てしまってる、うん、っていうことによって起こることなんですけども、自分すげえってなると人は天狗になります。で天狗になるとどうなるか、スランプに陥ります。なんでか、今までやってたことをやらなくなるからですよ。今まで勝つために続けてきた基礎型を簡単に破るようになるんです。人は自分の能力を過信するとね、うん、ってなったらね、やっぱ最初からね、自信なんてものはね、必要ないんですよ。うん、じゃあ何かっていうと、じゃあ自信がない人どうしたらいいんですかって、まあ思うかもしれないですよね。でもね、自信がなくたっていいんです。自信があろうがなかろうが、大事なことは何かっていうと、とにかく実践していくことですね。行動していくこと、正しいやり方を反復していくことですよね。そして、その結果を出すことそのものに喜びを見出すのではなく、うん、だってちゃんと正しいことを続けていったら結果が出るなんて当たり前の話だからですよ。うん、コップの水が溜まっていって、溜めが作られていって、その溜まった水がどこかで溢れ出した瞬間に結果っていうのは勝手についてきます。減少化するんですよ。うん、だからそれをやっていったら結果が出るのは当たり前だから、そこにいちいち喜びを見出したりとか、それを自信の根拠にする必要はないんですよね。そうではなくて、当たり前のことを、これやったらいいよって、これやったら上達するよって言われたことを、ただがむしゃらにひたむきに無心でやり続けられるかどうかっていうところに喜びを見出すっていうことがすごい重要だと思います。うん、だから例えばその格闘技で本当に強くなる人って、あんまり他の選手と比べてないんですよね。うん、っていうよりかは、もうその師匠とか先輩から教わったことをただ愚直に繰り返し練習していたら、なんか強くなってたみたいな人が多いんですよ。うん、やっぱね、トップに行く人ってそういう人が多いですよね。なんか例えばその、じゃあ一郎選手とか野球だったらね、もうそうだし、ボクシングで言ったら例えば、ね、内山隆選手もう引退されましたけど、あと村田選手とか井上尚弥選手とか、いっぱい強い選手いるじゃないですか。そういう人たちがいちいち、あいつはクソ、あいつ俺より強いみたいなね、なんかこうブチブチ文句言ってたら、なんかちょっとしょぼく見えるじゃないですか。いちいち見てないですよね、そんなとこ。うん、っていうふうに、強い選手っていうのはいちいちそんなことを気にしてないっていうよりかは、教わったこと、言われたことをただただ愚直にやること、うん、そこに重きを置いてるんですよね。それをとにかく毎日継続していくことが一番大事だと思ってるからなんですよ。そしたら一見一定期間はうまくいってないように見えてもね、うん、そのためが作られていったら、どこかでそれが爆発して、何かしらの結果が、まあ、ついてくるということを分かってるんですよね。だからね、いちいち調子悪くなっても落ち込まないんですよ。うん、あ、いや、またコツコツやっていこうって、そしたらまた調子戻るしっていうのを分かってるからですね。っていうふうに、まあ、脳科学的に言ったら、そういう報酬系を作るってことですね。その結果を出すことに対して報酬を感じるような脳ではなくって、続けていくことに対して報酬を感じる脳内物質が出るような、そういう脳内回路を作っていく、まあ、そのためにはそれをとにかく毎日継続していくことが重要なんですけども、まあ、ぜひね、その世の中のその価値観とか常識に縛られることなくですよね、うん、本当の意味でのそのセルフイメージの高さっていうのを、まあ、身につけていくとともに、自信があろうがなかろうが、とにかく目の前のことをちゃんと、実践していく、うん、でそのやり方とかっていうのも確立されてるんですよね、ほぼね、うん、だからそれをとにかくやるしかないんですよ、上達するためには。で僕もそうですね、僕も散々答えを探してきたけど、まあ、なかったですから。これね、いろんな人が言うと思うんですけど、答えなんてなかった、うん、とにかく、あ、これをやった方がいいなって自分が直感で思ったものをがむしゃらにやる。それによって、
まあね、流れが良くなる、何かしらの結果が伴うこともあれば、うまくいかないこともありますよ。でもうまくいかないってことはやり方変えろって意味だから、あ、じゃあ今度こっち試してみようと思って、そっち試して、じゃあ今度またうまくいったりとかっていう、もうそれしかね、その試行錯誤の繰り返ししか、まあ、ないと思うんで、で、まあ、とは言っても、じゃあ具体的に何やったらいいのかっていうふうにもちろんなる人もいると思うんで、それはもうメルマガだったりとか、ね、プレゼント動画とかで解説してるので、まあ、それはぜひまた見て実践してほしいと思います。はい、ということでですね、何か、質問があったらコメント欄とか、メルマガの方からぜひ送ってほしいと思います。チャンネル登録といいねの方もぜひお願いします。で、ですね、こっちからですね、メルマガ登録、できますので、ぜひですね、メルマガに登録してプレゼント動画とですね、電子書籍の方をぜひ見てみてください。多分ね、ぶつかってる壁を越えるためのヒントが多分たくさん散りばめられてると思うので、それを見てトレード力をですね、最速で上げてもらえたら、嬉しいです。ということで今回は以上になります。ありがとうございました。